ティラノティタンターアナタイタンは、アルゼンチンチューブ県の白ロアキ,ゼンキアプト海の地層から、発見されているカルカロドントサウルス科に属する獣脚類恐竜。基盤的なギガノトサウルス属とされる。模式種ティラノティタンクブテンシスターアナタイタン、チャビューテンシスのみで知られる。属名は古代ギリシャ語で、暴君の巨人を意味し、首相名はチューブ県にちなむ。 しばしばサブカルチャーの分野ではティラノサウルスに似た姿で復元されたりティラノサウルス類であるかのように描かれたりするが系統的には当園である。クブティサウルスを貪るティラノティタンの復元図人とのサイズ比較。ティラノティタンは地質学的に最古の大型カルカロドントサウルス科で北米のアクルカントサウルスよりもさらに古いとされる。基地のカルカロドントサウルス類と違い、この動物は 潜水の眼気を描く。肩甲,甲骨はギガノトサウルスよりも融合している。腕はまだ原始的で小さかった。肩甲骨の関節球のほとんどは破損している。関節球の軸から90度の角度で曲がった隆起はティラノサウルス類を想起させる。両者の発見されている標本数が少ないためタクサ間の形態差は性的蓋なりなのか異なる進化を遂げた。 別種なのかわからないが、おそらく性的二なりではないように思われる。一番手前の骨盤にはとても高い神経トゲが発達している。眼下窓の基部は頬骨に90度の角度で入り込む。ギガノトサウルスの復元された丸い基板とは対照的であり、カルカロドントサウルスとはよく一致する。また、歯骨の歯はチゼルまであり、シワを帯びたエナメル質の表面、荒い巨子状の菌震及び、 遠位の流状よび速報に平坦化した破棺を有する。これらは他のカルカロドントサウルス類のものと実際的に相当である。ノバスラによるとパラタイプの大腿骨は1.40メートルの長さである。ギガノトサウルス属の基盤的メンバーとして復元された。ギガノトサウルス属とされる根拠となった特徴は広い基部を持つ頬骨における眼下鋼部の導入。 そして弱々しい第四天使を有する大腿骨及びエニータンに浅く広い身長甲である。知られている骨要素石椎とザコツティラノティタンクブテンシスターアナタイタンチャビュウテンシスは2005年にフェルナンド・イーノバス、シルビナ・デバレイ、パット・ビッカース・リッチ、そしてトム・リッチによって記載された。化石はアルゼンチン中部県から北に2 8トルのフアニタ牧場で発見され、 その地層は、ゼロバルチーノルイ層、アップトガイ、1億1220万から1億1210万年前のものと信じられている。ホロタイプは、マペフ PV1156 と記載され、部分的な、歯骨、歯、同士おしーの最前端、肋骨、血道弓、断片的な肩甲,部甲骨、上腕骨、尺骨、部分的な腸骨、大腿骨、肩骨、 二つの中足骨で構成される。追加の標本は頬骨、右の歯骨、歯、第一頸椎、頸椎、九個の同士、第七、第十、第十三、融合した5つの線椎、骨盤縁位の寄せ集め、肋骨、右大腿骨、断片的な左の中足骨二つ、そして四骨で構成される。全長は11.4から12.2メートル以上と推定される。 2010年にグレゴリー・ポールは13メートルと見積もった。体重は4.9から7トンの間と見積もられた。イカワのバスラによる2013年のカルカロドントサウルス類内におけるティラノティタンのポジションを示したクラドグラム。ありがとうございます。